こんにちは。今回はこちら、USY で購入しているフリーソック。めっちゃ可愛い色があったので、こちらで小物、ちっちゃい巾着ポーチを編んでいこうと思います。まあ普通に編むだけで可愛くなると思うので、フリー、スーパーウォッシュール 60%、アクリル 40%、100グラム、380メートル入っていますね。で、かぎ針が3号。で、色番が D47-07 ですね。こういうのを使っていきます。まあね、たくさん使わないので中からではなくて外から取っていこうと思います。はい。こんな感じでラベルを外して外からこういう風に取っていきますね。このぐるんぐるんになるんですけど、まあ、このまま進めていきます。今回は、5号で編んでいきます。で、こういう風に持って、糸をかけて、鎖編みを1つしてぐっと止めます。ここから鎖編みを1、2、3っていう感じで、好みの長さ、鎖編みを編んでいきます。はい。こんな感じで、今回は鎖編みを30目で決めていこうと思います。で、立ち上がりを1つして、裏返しにして、立ち上がりではない次のところ。なので、30目目の裏山。ここから細編みを1つずつ、いつもと同じように編んでいきます。で、これが1つ目ということで、マーカーをつけて進めていきます。で、裏山って決めたので、裏山を1つずつ取って、細編みを同じように最後まで編んでいきます。はい。こんな感じで同じように最後まで細編みを編んできて、一番最後の目も同じように細編みをして、で、同じところにあと2つ細編みを編んできます。針を入れたら、向こう側に糸を持っていって、ここで巻きくるんで、こう1。で、2。2つ目の時に手前に糸を持ってきて、ここからもスーッと巻き込んで編んできますね。2つ。これで最後が、最後の目に1、2、3個細編みが入ったことになります。で、次の目に針を入れて、糸はこの裏に巻き込みながら編んでいきます。で、細編みを1つずつ同じように最後まで編んでいきます。はい。こんな感じで最後の方まで同じように細編み編んできました。そしたら一番最後の目、ここに同じところに細編みを2つで割ります。まあ、今回ね、編み目がちっちゃいので、色が細いのでちょっと見にくいかもしれないですけど、ちょっとこれで進めていこうと思います。で、ここで、表を見て引き抜くんですけど、最初の細編みの頭、ここに針を入れて、引き抜きでつなごうと思います。手前から向こうに針を入れて、今回はスーッとつないでいこうと思います。で、最後の2つと最初の1つで、ここも3個。反対側も3個っていう感じで合ってるので、これ進めていきますね。で、ここから普通に細編みで編んでいこうと思ったんですけど、まあ、色がね、すぐ変わっていく糸なので、面白いかなと思って。まあでも今回はちょっといつもと同じ柄を編んでいこうと思います。花柄。ここで立ち上がりを2つして、糸をかけて同じ目。ここに針を入れて、未完成の長編みではなくて、長編み。長編みをして、で、いつもとこの2本のところを横にすくって、まあ、入れていくんですけど、今回はこのまんま鎖編み2つ、長編み1つしたら、鎖編みを2つして、糸をかけて、この一つ目の裏、ここをすくって編んでいこうと思います。引っ掛けてきたら、左2本で未完成の長編み。で、糸をかけて、このマーカーが入っているところ、ここに針を入れて、いつものように、ここを未完成の長編みを2つ編み入れます。ちょっとマーカーは取っておいて、で、糸をかけて、この入ってないところが1、2、3個目、この細編みの頭を拾って、で、未完成の長編みを同じところに2つ。で、この1、2、3、4、5、6個かかった状態で一度に引き抜きます。で、進めていこうと思います。なので、この横にすくうんではなくて、今回はこの2本出ているこの上、ここの間のところですね、鎖編み1つ目の裏のところ。ここをマーカーをつけておきますね。これで進めていきます。で、これで2つ鎖編みを持たして始めていきます。糸をかけて今、この1つ目の裏山、ここをすくった状態で未完成の長編みを1つ。で、この状態で糸をかけて、この目が入っているところ、ここに未完成の長編みを同じところに2つ。で、糸をかけて、入ってないところが1、2、3個目。ここの頭を拾って未完成の長編みを同じところに2つ。で、この6本かかってる状態で一度に引き抜きます。
鎖編みを2つの繰り返しを編んでいきます。これでね、すごく可愛くなるんじゃないかなと思って糸をかけて、未完成の長編み1つ、糸をかけて、この目が入っているところに未完成の長編みを同じところに2つしたら、糸をかけて入ってないところが1、2、3個目、ここに針を入れて未完成の長編みを同じところに2つで、これで6本かかっているのを一度に引き抜きます。でまた鎖編み2つっていう感じで、ずっと同じようにぐるっと編んでいきます。ここはちょっと編みにくいかもしれないんですけど、この1つずつ目を落とさないようにして、まあ、目をしっかり読んでいって編んでいこうと思います。ぐるっと一周、このマーカーの手前まで同じように編んでいきます。はい、こんな感じでぐるっと一周同じように編んできて、一番最後も3個のセットにしたところです。でここで最後1にして糸をかけて、同じように未完成の長編みを1つ編んで、糸をかけてこの入っているところ、ここに未完成の長編みを2つ編んで、で最後はこの4本で一度に引き抜きます。でこれを最初のところ、このマーカーのところにつなげようと思うんですけど、最後はね1つしか開いてないんですよ。でもねこれでもいい感じなので、このままつなげようと思います。このマーカーのところ、ここのここですね、この2本かかってる、いつもあったらここを拾ってたんですけど、この上ここに針を入れて、針裏山手前に受けた向こうかかったら2本かかってるところ、ここで糸をかけてきて、ここはちょっとシュッとしっかり締めて引き抜きでつなげようと思います。これで1段目完成です。めちゃめちゃ可愛くなりそうですね。でまた同じように鎖編みを2つで進めていきます。糸をかけて、この今入れたところ、ここに針を入れて未完成長編みを、こちらは長編み1つこれで長編み1つで始めていきますね。鎖編み2つ、長編み1つ、でこの上に鎖編み2つ、糸をかけて1つ目の裏山を向こう側に押した状態、ここで未完成長編みを1つ、糸をかけてこの今入ったところ、ここに針を入れて未完成の長編み同じところに2つ、でこの4本の状態でまた糸をかけて、次はこの前段の穴のところ、ここに針を入れて未完成の長編みを2つっていう感じで進めていきます。前段でここでまた6個を一度に引き抜きます。前段と同じ編み方ですね。で最初のところ分からなくなる場合は、こういう風にマーカーをつけて進めていきます。で最後はここにつなぐっていう感じで、でまた鎖編みを2つ、糸をかけてこの穴のところ、ここに針を入れて未完成の長編み1つ、糸をかけてこの目が入っているところ、ここに未完成の長編みを2つで、糸をかけて次の穴のところ、ここに未完成の長編みを2つで、これで6本を一度に引き抜きます。こんな感じでずっと好みの深さまで編んでいこうと思います。この横幅に対してどれぐらいか、ちょっと深めにしようと思うんですけど、何段編みましたっていう感じをお伝えしていこうと思います。はい、こんな感じで側面編んできました。めちゃくちゃ可愛くなりました、こんな感じでで今回はね、側面何段編んだかというと、 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11段編んできています。まあ、横幅に対してこれぐらいかなっていうところで止めてます。で一番最後は、ちょっとね、穴を開けて巾着にしていきたいので、穴を開けていきたいんですけど、だからいつもと同じ穴の開け方でもいいかなと思ったんですけど、こうやってね、穴が編む、開く編み地なので、これをもうちょっと深さを編んで、この高くして穴を大きくしていこうと思ってるんですよ。で、今鎖編み1つして、2つでずっと始めてたと思うんですけど、で、長編み1つで始めてたんですけど、3個鎖編みで始めて、糸を2回かけて、長々編みで進めていこうと思います。なので、長々編みの未完成。でも、ここは長々編みですよね。こうやって作って、ここから進めていきます。鎖編み2で進めていってたのを3。3して糸を2回かけて、この、あ、でもね、この横になる分は、今まで通りしようかな。ちょっとややこしくしてたらすいません。長々編みしたら鎖編み2つで糸をかけて、この根元のところ長編みして、
長編みの未完成、今まで通りして、でここの V のところ、こういうところだけ長々編みしようと思います。この横の部分は今まで通り鎖編み2つで未完成の長編み1つなので、次は長々編みしたいので、この根元、ここに左2本また2本で、この状態でまた2本かけて、同じところ左2本また2本して、でこの状態でまた2本2回かけて、次の目、ここに長々編みの未完成を2つ2回かけて、長々編みなので2回こういう風にかけてきたら、6本かかっている状態で一度に引き抜いて、これで進めていこうと思います。そしたら横は今まで通りで、この深さだけなっていく感じですね。大きく穴が開くので紐が通しやすいかなと思うんですよ。でまた横なので、鎖編みを2つ1をかけて、今まで通り未完成の長編み1つで、2回糸をかけて、この根元のところ未完成の長長編み糸をかけて、もう1個未完成の長長編みをして、で次未完成の長長編みを次のところにもします。もう1回未完成の長長編みで、これで6個かかってる状態で一度に引き抜きます。こういう感じで進めていこうと思います。ぐるっと一周同じように最後まで編んでいきます。はい、こんな感じでぐるっと一周同じように編んできて、一番最後のところまで編んできました。そしたら最後のところも今まで通り鎖編み1、2して糸をかけて、この根元のところに未完成の長編み糸を2回かけて、この根元のところ長々編みの未完成2つ入れて、でこの状態で、まあ、この引き抜いてつなげてもいいんですけど、この状態で長々編みと鎖編みの間、ここのところですね、ここに針を入れて、この引き出した糸でこの4本を引き抜いてつなげます。これで完成させていきます。で次は鎖編みを1つしてグッと留めておきます。これで糸をカットします。糸をカットして、でセット抜いて、で糸始末していきます。で針に糸を通して、この中がフラにしてるので、フラの編み地もめちゃくちゃ可愛くなってました。これでこの中側に持っていきます。返し返していつものように糸始末していきます。こんな感じで何回かしたので糸をギリギリでカットします。でこの糸始末するところを全部して完成させるんですけど、まあ、ここも巻き込んできてるので、こう軽く引っ張ってカットしておきます。カット、であとは紐を通して完成させていきます。まあ、ペタンとした状態で置いて、まあ、この状態でとりあえずね、紐を作っていこうと思います。私の場合はこの鎖編みで編んでいくだけなんで、こうやってねペタンとした状態を置いといて、ここで糸を持ってきて、まあ、5号のまま編んでいきます。こういう風にして糸をかけてグッと締めます。グッと締めたら1、2、3っていう感じで、好みの長さ、鎖編みを編んで紐の長さを決めていきます。はい、こんな感じで今回は170目の鎖編みで決めていこうと思います。でこの状態で糸をカットして、でスッと抜いて、で針に糸を通して、いつもと同じように紐を通していきます。針に糸を通して、でね、こうできるだけ平らに置いて、まっすぐなっているところで、ここの端の、まあ、柱を境に、まあ、こういうところのね、この根元を取っていこうと思うんですよ。こう取っていくと、なんか引っかかっていくと思うんですよね。なので結構今回は大きく開くんですけど、ここの柱を見て、ここから入って、ここから出てくるっていう感じで進めていこうと思います。ここから入って、で、こういう V のところ、根元のところをずっと交互に取っていきます。こんな感じ、交互に取ってきたら、ちょうどこの柱を境に出てきたので、ここで引き抜いて、まあ、ちょうど出てこなくてもね、調節していくんですけど、ここで、この結び目と結び目をこうやって合わせて、また結びます。
れでグッと閉めて、あ、ここはね、この見えないようにした方がいいですね。こんな感じ、最初の結び目が隠れる感じに結ぼうと思います。こんな感じで、ちょっと難しいですけど、こうやって結んでおいて、今度はもう一本同じ長さで作っているので、こちらを通していきます。針に糸を通して、で、この反対側から見ていきます。こういう風に平らにもう一回してみて、で、今こうかかっているところ、今度は開く状態になりますね、こちら側が。で、この入っているところ、1本目と同じところを取っていきます。こういう風に作って、同じところを取っていきます。で、この反対側は1本目こう開いたところが今度埋まる感じですね。こういう風にして、今回はね、編み地がしっかりあるので引っかかりやすいので、カサカサさせながら引っかからないように今度はかけますね。それでまた同じように最後まで編んで、通していきます。こんな感じで最後の方まで通したら、さっきと同じようにこの結び目が隠れるように結びます。それで、ぐっと結んで、で、そこをシュッとして、で、結び目と結び目を合わせて、いつものようにカットします。カット、はい、で完成です。めちゃくちゃ可愛くなりました。ちょっと長めにしたのも、まあ、肩からかけても可愛いかなって可愛いですよね。ちょっとそこまでバッグ的な感じで使えると思うし、財布とスマホっていう感じに、結構ね、しっかり編み地もあるので、こうなんかね、ちょっとね、重たいものも入ると思うんですよね。こんな感じで結構しっかりしてるんですよ。ちょっとね、ふにふにゃになるかなと思ったんですけど、意外にしっかりしてました。それでちょっとサイズを測っていきます。横幅がだいたい14センチぐらいになってます。で、深さが、で、ね、端から端まで一応測りますね。測ると 18.5 センチで、物が入るところでだいたい 16.5 センチぐらいになってます。めちゃくちゃ可愛くなりました。想像以上に可愛くなったのでおすすめですでね、裏もね、結構使えるんですよ。で、裏もこの糸を通し直さなくても、このまんま、あの前、なんか使えるって言ってたような気がするんですよ。こんな感じで可愛いですね。結構ね、この見た目も変わると思うんですよ、表と裏。裏も使えるので、両方楽しめるのでおすすめです。こんな感じになってて、いろんな色で編んでみてください。だいぶ糸も残るので、こういう糸をこう一個買うと結構楽しめるのでおすすめです。こんな感じで、いろんな色でいろんな形で編んでみてください。今回も最後まで見てくださりありがとうございます。